私の人生、面白いことなんてほとんどなかったけど、清隆と組んでいろいろやってる時はちょっと楽しかった。でも本当は心のどこかであいつが助けに来てくれるんじゃないかって。どうしたの清隆くん。悪いな、やっぱり今日は帰る。なんかあったのか。実は昨日徹夜してて眠気が襲ってきた。何それ。私に話とは何だ綾野浩二。一つ重要な情報をお伝えしようと思いまして。何を言っている。今頃龍炎が軽井沢を呼び出して面白いショーを始めていることでしょうね。何だと。私を動かして軽井沢を助けさせるつもりか。先生に何かしてほしいと言ってるわけじゃない。何。見届けませんか、この一件の結末を。お待たせしました。堀北学ぶ。どういうことだ。いいだろう綾野浩二、だが例の約束は忘れるな。ええ、あなたの妹を生徒会に入れることへの助力ですね。何を考えている。彼は一人で戦争を終わらせるつもりなんですよ。龍炎たちを単独で抑え込む策があるとでも言うの。